ヘイブリル駅はアメリカ合衆国マサチューセッツ州ヘイブリルワシントンストリートにある駅。全米各地を結ぶ旅客鉄道のアムトラック及びボストンの近郊輸送を担うマサチューセッツワン交通局ヘイブリル線が乗り入れている。アムトラックとマサチューセッツワン交通局のヘイブリル駅はメリマック側の北岸に位置しショップ、レストラン、ギャラリーが点在する。 歴史的なワシントンストリート地区とウィンデートストリートアート地区に隣接しており、徒歩圏内である。ヘイブリル駅は川を越えるためにレールロードスクエアより一段高い堤防と同じ高さにある。当駅の利用客は東側の傾斜路を使用するか、西側の駐車場から屋根付き待合所がある側に、登って歩く必要がある。秋には紅葉により、豊かなオレンジ、黄色、金色、 および赤の束の間のモザイクを生成するように見事な景色を乗客に見せる。旅客鉄道支援団体のトレインライダーズノースイーストのボランティアが列車、駅、沿線の街についての有益なアドバイスをしてダウンイースター号の乗客を支援するおもてなしプログラムを行っている。アムトラックの停車する列車は下記の通り。マサチューセッツ湾交通局の停車する列車は下記の通り。 当駅から3ブロック東にあるワシントンスクエアトランジットセンターから乗車できるバスは以下の通りありがとうございます。